네.
いつもソロゾーンという実はバンドを出てまして、まあ、今日はベース磯貝君ね、高校生ができて久保井君が、実は久保井君はソロゾーンの初代ギタリストでありまして今日忘年会ということで、さっきも言ってたんですけど、僕初めてなんですよ、忘年会呼んでもらったの僕ね、忘年会ってね、呼んでもらえなくて、うちの店は忘年会でいっぱいなんですけど、忘年会に呼んでもらえないっていう、わけわからないこと言ってますから、今日はいろんな人がたくさん来てくれて、最後で楽しくやりたいところで、よかったら、めちゃめちゃので帰ってください。よろしくお願いします。でも次の曲はあんまりね、人が言わなかったんですけど、さっきちょうどそういう話が出たんで言ってしまうんですけど、高校生の時はみんなバラバラで、久保井君もいろんなことで、磯貝君もね、同じ高校でやってて、みんなバラバラのことやってたんですけど、僕は彼、村上君が RC サクセションのコピーのカバーのコピーをやってたんですけど、で、その時に使ってたギターに何年か経って一緒に仕事をすることがあって、教授さんに会ってサインをもらって、あんまり人に見せてないんですけど、まだ家にずっと残ってるんですけど、その教授がですね、5月2日の夜にね、亡くなって、僕5月3日が誕生日なんですけど、本当にその誕生日の夜に亡くなって、その日の僕の誕生日だっていう時に亡くなったっていうのを、ニュースで知って、その時に書いた曲なんですけど、モンという曲があります。
Thank you.
涙なんてそんなものなのか。街中の声が嵐の明日へ静かに導かれていくよ。だけど何も心に引っかかない、あんだけの真実がそこにあればいい。たとえ世界で一番悲しいメモリーだとしても、俺と君の歌はたった今始まったばかり。待ってた。